今回はその3の続きを話しますね秋の天皇賞は三強が強すぎて大勝負をかけるレースじゃなかったので馬券を外したんですけどリスクは最小限に留められました今回はマイナス2,000円だったんですけどそれでも今年1年間の収支はプラス今ねプラス1万1,300円。 秋だけだとプラス 14, 円順調であとから自分の馬券の考察をしていてもうチチさんと毒母ハーさんの被害のせいで今回は理性じゃなくって感情で馬券の最終設定してたなぁと思いましたというのも前日毒父さんが私を支配しようとする出来事がありました。 これはカウンセリングを受けてきて配信しますね金曜ま,でに金曜まではすっごい気にしていた天気をもう土曜日にはすっかり調べ忘れてたのもあるしこれはもう理性が吹っ飛んでいたからだと思います競馬カウンセリングで一旦は f フォリア君とグランアレグリアちゃんの生まれんで決めていましたが 最終馬券は土曜日の夜に買います。今回は馬券の買い目も決めていたので心に余裕がかなりあったはずです先生からも「波動を高くしてたらいい情報を引き寄せると思うよ」とアドバイスをもらって家に帰りましたこの続きは次回お話ししますねまた来ますね